なご自由な心に感動しました。私たちものびのびと日本のそれぞれ伝統芸能に関わるものなんですが、今のは全くの即興でございます。本当にこういう機会を与えてくださりまして、世界の俳句協会のご関係の皆様、感謝申し上げます。ありがとうございました。Kind of an instant performance, so they just do it at this occasion. So, do you have any question to them? 何かご質問がありましたら、ちょっと手を挙げていただいて、皆さん答えていただけると思いますので。Thank you.
my men zelf moet er even aan. Ik zeg met de hoofd, ik zeg met de hoofd. Je hebt daar ook niet, maar wat is er maar wat. Maar men zelf moet er even aan. それで、モンゴルの、まあ、俳句に関する活動というのは大体秋に行われますけれども、もし、モンゴルでですね、こういうイベントがあった時には、ぜひ皆さんにですね、おいでいただきたいと思います。今日は非常にも感動しておりますので、ここで1曲、歌わせて、1曲歌わせていただきたいと思います。
に響くものでございました。本当にご縁ありがとうございました。